んにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。10月版に引き続き、コロナ禍での台湾旅行の仕方、11月版です。台湾を旅行するにはまだまだ制約がある状況ですので、旅行前や旅行中にやらなければならないことなどを解説していきます。台湾旅行を計画する際に参考にしていただければと思います。お願いします。ここから本題に入っていきます。まずは10月版からの変更点です。表示しているような変更があります。以上の変更を踏まえ、2022年11月時点での台湾旅行の仕方は1枚のサマリにするとこんな感じになります。ここから一つ一つ詳細に見ていきますが、各フェーズをチャプターに区切っておりますので、見たいフェーズにスキップするなどしてご視聴いただければと思います。まずは台湾入国までにやることです。現在台湾入国後7日間は自主防疫というものを行う必要があります。この期間中は原則1人1室でホテルに宿泊する必要があります。書いてある条件を満たせば専用ではなく共用のバスルームでも可です。また次のような例外があります。同居人同行者全員が自主防疫対象の場合、1人1室の制限を受けません。少々分かりづらいので具体的な例を聞きたいです。例えば家族で日本から台湾に行く場合、家族全員で同じ部屋に泊まっても問題はないということになります。なるほど。ということなので、これらを踏まえてホテルの予約をしてください。自主防疫する場所の条件については、中央感染症指揮センターのこちらのページに書かれております。自主防疫中に遵守する内容も書かれていますので、一度ご確認してみてください。続いて台湾入国後にやることです。入国後は7日間の自主防疫を行う必要があります。自主防疫では表示していることを遵守する必要があります。結構いろいろありますね。そうなんですが、観光客が直接的に関係しそうなものはそれほど多くない認識です。まず検査の実施についてですが、台湾入国当日か翌日に必須で1回行う必要があります。残りは状況に応じてで大丈夫です。そして外出するには2日以内に実施した検査の陰性結果が必要です。外出時は公共交通機関を使うことができますし、外食も可能です。他の項目はあまり考える必要がないことかなと思っていますので、紹介だけにしておきます。外出について補足です。外出には2日以内の陰性結果が必要となっていますが、これを言い換えると1回の陰性結果で2日外出しても良いということになります。ですのでこのように定期的に検査をすることで外出可能な状態をずっと維持できます。2日以内というのも厳密に48時間以内としなくてもいい気もしており、多分こんな感じでもいいのではないかと思っています。ここからは日本入国までにやることです。日本入国時の検疫措置は厚生労働省の水際対策のページに記載されています。念のためご自身でもご確認されることを推奨します。本題に戻りますが、日本入国にはワクチン接種証明書か陰性証明書が必要ですので、いずれかを用意してください。ここで勘違いしてはいけないのは、ワクチンを3回接種していれば何も必要はないということではなく、ワクチン接種証明書が必要です。ワクチン接種証明書の取得は新型コロナワクチン接種証明書アプリを利用するのが一番楽だと思います。有効な接種証明書と認められる条件がいろいろありますが、日本でワクチン接種された方なら基本的に問題はないと思います。海外で接種された方などはご自身で条件などをご確認ください。ワクチン接種証明書を用意できない場合は陰性証明書が必要になります。陰性証明書につきましても有効な検査方法など条件がありますので、ご確認をお願いします。どちらの証明書もない場合は入国できない可能性がありますのでご注意ください。いずれかの証明書を準備できたらファストトラックを利用しましょう。ファストトラックとは、海外から日本に入国する前にあらかじめ検疫手続きの一部を済ませておくものです。必ずご利用くださいと言っていますので、素直に利用しましょう。ファストトラックを利用するには今まではマイ SOS というものを使っていましたが、11月からはビジットジャパンウェブというサービスを使います。ビジットジャパンウェブにいずれかの証明書を登録し、審査 OK な状態にしておきましょう。パスポートの写真なども登録する必要があり、
全部行うにはそれなりに時間がかかるので、余裕を持って準備を進めてください。前もってやろうと思った場合、帰国予定日の何日前からできるんですか？いつからでもできます。ですので、旅行前の時間があるときにあらかじめやっておくのもいいかと思います。そして、日本到着時に審査済みの画面を検疫官に見せれば、大部分の手続きが完了します。無事、日本に入国したら、その後は特にやることはありませんので、以上で普段の生活に戻るということになります。コロナ禍での台湾旅行の仕方、2022年11月版でした。10月版からは、そこまで大きな変更はないですかね。そうですね。10月から引き続き、台湾側には自主防疫という制限がありますので、そこはちゃんと守って旅行を楽しみましょう。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。